一応ありがとうごござざいいまますす千尋でございます、えー、今日はですね、レッドデッドオンラインの、えー、キャラクタークリエイト<や>、えー。皆さんにね、ちょっとこんなのどうですかと参考程度に、えー、キャラクターをね、1人ずつ作っていこうと、えー、思っております、えー。遺伝がね、こちらの遺伝、まあ、1から20までございますね。うんまあ、それぞれベースとなるね、 モデルがいまして、そこから自分でカスタマイズしてキャラクターを作っていくと。うんまあ、そういうシステムですね。うん、まあ、ご覧の通り、えー、ね、えー、ひどいもんだ。うん、<laughs> まあちょっとね、あの、一番最初にね、この、すべてランダムっていう状態で、えー、キャラクターをね、うんまあ、提示させられて、そこからちょっと自分で選んで、うん、あの組み立てていくというもんだね。うん ちょっとねあの大丈夫です皆さん全員美人に仕上げますので、うん、さてじゃあ、えー、やっていきましょうか、えー、遺伝1からもうあの名前に遺伝1から20まで、うん、入れてやっていきます、はい、じゃあ早速ちょっと手っ取り早くいきますよ、えー、まずねあんまり肌とか肌年齢、ま、体格はね基本的な平均全,全部平均にしようと思ってます、うん、で目の色 で、あと、えー、歯。歯はもう健康な歯一択にしますんで。うん。あと、耳も。普通の耳。うん。で、髪型は、えー、顔が見やすいように。どれだったかなこれですね。ボリュームシニョン。うん。まあ、色は、まあ、適当に。色も1にしようか。うん。1じゃねえの。2だな。うん でライフスタイルとか、ライフスタイルはちょいちょいあのー、お遊びで入れていく可能性ありますが、基本的には何も入れるつもりはありません。あのー、そこ,これはもう皆さんのね、あのー、好みで、うん、まあ、足していっていただきたいというところがあります。で、<laughs> メイクだけ。メイクはね、えー、私はファンデーション入れませんね。ね、まあ、チークもほてり、ちょっと なんだろう、綺麗より可愛いよりの女性キャラできてるなと思ったら、ちょっと、うん、ほっぺたにちょっと赤い色がね、ちょっとだけ見えるぐらいには入れたりはします。うん、基本的には入れていかない。ア、う、イ、ん、シャドウ、アイシャドウはもう私一択にしてます。ハイライトの茶色。うん、で強さは、えー、私はだいたい4、4の真ん中ぐらいが、から、<laughs> まあキャラに合わせてね、あの、 作ったキャラクターの見た目に合わせて薄くしたり強くしたりとか、うん、してますね、えー。あとはアイライン入れない。うん、で口紅は、えー、グラデーションの赤のこれもまた4の真ん中ぐらい。うん、これもですね、えー、キャラクターに合わせて色を薄めたり強めたりするぐらいです。基本的には私の,あのメイクアップ、基本的にはこれを基準にしています。うん これだけは多分他のキャラクターでもテンプレだと思うんで、うん、ここ以外をまあ毎回見せていこうかなと、うんまあ、思っております。はい。じゃあ行きましょうか。えー、肌の色、うん、決めない、うん。あ、ちょっと戻しちゃったで。年齢はもうシワを消すという目的で、ね、年齢が、ね、いくつどれくらいの年齢のキャラクター作るとか、あんまり関係なく18にします。はい。で、これね、あの まあ一発目なんで、ちょっといろいろ詳しく、あのー、私のこうキャラクリのやり方というのをちょっと詳しく説明していこうと思うんですけども、うんまあ、第2、第3と、あのー、ねあのナンバー2、ナンバー3とこう回を重ねることにあんまりちょっとそこら辺ね、ね毎回言っててもとはいうのがあるんで、ちょっと端折りますけども、うん、まずはナンバー1見てくださいみたいなこと多分毎回言うと思う、うん、今後ね。うん、であのねこのねこ 基本のプリセットみたいなのあるんですよ。うん。眉毛太い。あ、これはあれだ。眉毛のあのー、形だ、うん。こっちね。目と眉、きつめ。うん。のんき。ね。普通。えー、ちょっと狭い。目が寄ってる感じだね。うん、で、目が離れてる感じ、うん、で、まあ、この、1、2、3、4、5。うん。目でやれば5つぐらいバリエーションがあって、こっからね。うん。こっから自分で、えー、×ボタンを押して、ね。 あの細かいところを、ね、カスタマイズしていってくださいというのがこのキャラクタークリエイトなんですけども、うん、私まずねここの、うん、ある程度、うん、どんな形にするのかっていうのはここで決めちゃいます、うん、まあちょっとそうですね私これ見た感じ普通がいいんじゃねえかなと、うん、で鼻は、えー、上向きの鼻かな、うん 口と唇。ちょっとね、唇が薄めの人なんで、唇が厚く出るやつ、整った口でしょうね、これね。うん、で、下顎と顎先下が。下顎と顎先も基本的には私、引っ込んだ顎を選択して、ここからカスタマイズしてますね。うん、で、方方はそうですね。えー、っと、私はね、こう、斜め、一、ね、回戻して、この画面にして、メインメニューにして、まあ、一 1い戻して、ほっぺたが、うん、あの、違和感ない方、うん、違和感ない方のやつれた方か、こけた方のどちらかを選択する。うん、うん、ちょっとへっこんでますね、あの、頬骨の部分が。うん、だったら、もう、やつれた顔の方がいいんじゃないかなと。うん こんなところをまずねあらかた決めてから細かいところを作っていくと、うん、でこれあの細かいねこの,あの上から順番に行、うん、ってもいいんですけど私のおすすめとしてはこの下あごあご先をまず決めてほしい、うん、<laughs> やっぱりねあの顔の輪郭っていうものですから 輪郭が整ってから、それに合わせた、ね、顔のパーツを作っていくのがいいんじゃないかなと、うんまあ、思うんで、うんまあ、基本的にやっぱり女性ね、美人さんっていうのは大体小顔じゃねえかと、うん、いうことなんで、こんな、ね、顔を広くするみたいなことよりも、うんまあ、顔をねあの、ちょっとちっちゃく見せるような、うん、値にしてはいかがかなと、うん。これはもちろんお好みですから。 私はこうしたいんだというのがあればね、まあ、ここからちょっとずらしていただいて、好きな方に行くと。で、顎。顎の出方というのは、このね、エラの部分が前後すると、うん。これは、こちらはあれですね、エラの部分がね、高低ね、まあ、高いか低いか、あとえ、エラが張ってるか、張ってないかだね。うん で、小顔にするんだったら、やっぱり一番ね、浅いに寄せてもいいんですけど、これに違和感があるようだったら、ちょっと戻したりとかね、あ、これがちょうどいいんじゃないかなというね、自分の美的感覚の中でちょうどいいんじゃないかなというのに、まあ、アジャストしていただきたいというところでございますね。私はね、もちろん小顔に見えるんですけど、横顔がね、一番浅いにしとけば。ただ、ちょっとなんか、 ちょっとやっぱりねあ,のちょっとあってほしい、うんこの。この辺りがね。うん、で下あごの形。うん、これがえ下あご、ね、あご先が、ね、の広いのか、うん、狭いのか。だ、うん、ご先が、まあね、あの長いのか短いのか。と、うん、いうところですね、うん。まあ女性ですからね、やっぱりシャープな。うん 顎になっていていいいたただきたいんで、まあ、狭くした上で、この狭さが <laughs> よく見えるように、ちょっとだけまあ伸ばしてやったらいいんじゃないかなと。うん、こんなもんですかね。うんうん、そうですね、うん。で、顎の長さ。顎が、顎の前後ですね。ご覧の通り。うん、これもですね、あのー、基本的に私の中では、顎先と、 鼻先の、まあ、延長線上に、うん、こうは鼻先と顎先をこう線でつないだところの、えー、上にこう上唇下唇がまあ触る、うん、っていうラインを、うん、作る、うん、っていうのがね、あの綺、ー、麗な横顔を作るらしいんですこれなんかどっかで学んだんですけど私、うん、まあだからそれに乗、うん、っ取って 私もそういう風なキャラクタークリエイトをしていますよと。うん、まあこんなもんでしょうね、うん。あのおでこからのカーブを、こうの延長線上に、こう、顎が綺麗に、うん、入っていくと。難しい。なんかポインターが欲しいな。うん、こういうラインにするといいですよみたいなね。うん、だ綺麗な 半円を、うん、おでこ、顎で描いてほしいということですね。うん、まあ、あはこんなところでいいんではないでしょうか。うん、で、ここが決まったら、えー、そうですね、えー、眉毛な、どの眉毛にするのかと。うん、そうですね、えー、私はね、眉毛はね、3つに限られてます。この細いという眉毛。うん あと、切り揃った。あと、整った。この3つ以外はあんまり選んだことがない。うん、この恋っていうのも多分遺伝によってはいいかなっていう感じですね。うん、それ以外は私はあんまり選びませんね、うん。まあいいのあるとは思うんですけども、これあの、うん、遺伝次第なところあるんで。じゃあここはちょっと整ったにしましょうか。うん、で、目と眉。 <laughs> 眉の形、ね、眉の高さ、ね、眉の、えー、顔の広がり具合、狭,、ね、狭まりぐらい。うんまあ、基本的にねこの高い眉毛を高く取ると顔が柔らかく見えて、ね、低く取るときつく見えると。うん、この,あの狭い幅広もお逆同じです。広、うん、広ければ広いほどちょっと とえー、柔ら狭く,、うん、くてね、えー、低いほどねちょっときつく見えるもんです。うん、なので、ですよこの辺りのバランスをうまくねあの見て、あんまり極端にならない方がいいのかなって思ってますね。うん、まあ、自分のキャラクターの性質というか性格というかものを考えて、ちょっと。 ねえあ,あのいつもしかめつらしてるような子が好きになったら、ちょっとね、まあ、眉毛低くしてみたりとか、狭くしてみたりとか、うん、してみたら、ちょっとロールプレイはかどるんじゃないかなと。うん、まあ、この場合はちょっとバランスとってね、いい感じのところに収めておきましょう。で、眉の高さ、これあれだよ、眉間の前後、うん、ですね。うん まああちょっとねあの浅くしすぎるとのっぺりとした顔になってしまうんで、まあ、ある程度のね凹凸を作りたいので、うん、まあ、ちょっと出してみてもいいと思うんですけどこれもやっぱり出しすぎるとやっっぱりちょっといかつく顔を感じてしまうんじゃないかな,、うんまあなのでいい,いい感じのバランスを、うん、見つけてですよ、うん、私は多分この,このぐらいちょっと出てた方がいいなと思いますねこの遺伝であれば。うん もうちょっと美人に見えてきたでしょ <laughs>、うん、で目の大きさ、うん。で、これはね、あの眼球の大きさというよりも、まぶたの大きさみたいな風に捉えておいていただきたいですね。うんまあ、大きくすると、まあ、二重の部分がちょっと厚ぼったくなると。うん、で、まあ、小にすると、ちょっと二重まぶたというよりも、一重まぶたみたいな感じの、うん、感じになりますね。ちょっと ちょっときつめの顔になってくるね。うん、で、まあ、幅広狭い。もうごご、ご覧の覧通りですね。まぶ、あ、たの横の幅。うん、だ目頭、目尻がね、まあ、よく見えるか見えないかというところでしょうか。うん、まあ、目を大きく見せるために、私は幅広の、うん、幅広をまあ選択しがちです。うん、で、まあ、ちょっとね、やっぱりね、目を 強調させたいのでこのこの二重の部分ね、うん、この辺りもしっかり合ってくれた方がいいかなと、うん、このねあの私が使ってるあのメイクアップメイクアップね、うん、のなんだっけハイライトっていう、ね、あの種類の、まあ、ブラウンこれ目の、うん このまぶたの部分が濃く出るんで、この辺りをちょっと強くすると、ちょっと目の目力強くなる。ね。目力強くなるんですよ。なので、ちょっと大きめに取りたいと。全体的にね、だいたい私のキャラクターここの辺りです、いつも。はい。目の形。釣り目にするか、 垂れ目にするかねで深い野菜っていうのはこの眼球のね奥に行くか、ね、手前に来るか、うん、だからアジア人とかね、あのー、そういう感じのキャラクター作りをしたい方はちょっと前に出すぐらいがいいのかな、うんまあ、いわゆる平たい顔という感じの、うん、タイプですね、うん、で奥に引っ込めるとちょっと彫りが深くなる欧米人 濃い顔立ちになるよというところでしょうかでまあそうですねやっぱりねまあ、顔立ちからしてもちょっとねアジア人って感じではないのでまあこの辺りちょっと深めに取ってやるとあとはそうですね垂れ目釣り目なんでまあバランスよくちょっと釣り目に してみますかうんだ。でもそうでもないやっぱちょっと垂れてるぐらい、ちょっと垂れてるっていうか、まあ、普通ぐらいの感じにちょっとしておきましょうか。うん、目の位置ね、まあ、内側に寄せるか、外側に寄せるかですね。うん。うん、で、上下ね、ねこの眼球の,、ね、あの顔のどの位置につけるかというところです。 これはもう本当にあの顔の全体ね、だから顎を決めたと思うんですけども、顔の、えー、全体のどのあたりが一番バランスいいのかなっていうのを見ていただいて、うんまあ、自分の好みはあると思うんで、うん、あ、これいいなと思ったところで止めていただくのがいいかなと思うんです。私はですね、だいたいですよあの、ちょっと目を離しがち、もうこれは多分私の好みなんでしょうけども、離しすぎはちょっと、ね、変になっちゃいしまうんで、まあ 平均よりはちょっと離すぐらいの、うん、で、あの、眼球をね、ちょっとね、あの、下げ気味。うん、私はね、あの、頭のてっぺんと顎先の真ん中ぐらいに目がくるぐらいかな。うん、ちょうどだから中央ぐらい、うん、に、まあ、眼球、まあ、瞳があるのが、うん、私は好きですね。うん、まあ、こんな感じでしょうか。 で目は終わりですね鼻、うんまあ、上向きの鼻にしてますんで、ちょっとこの辺りもね、あんまりあの上げすぎて、ぶたっぱなにならない程度に、この辺りもちょっと調整していきたいんだと。うん、で、鼻なんですけど、私ね、あんまりね、あのこう細くしすぎるの良くないなと思って、鼻を細くしてちっちゃくしてしまうと、何でしょうね、アニメではありがちですけども、あのリアリティのある顔をこうキャラクリエイトしていくんであれば、 あのー、そこそこあの存在感がないとバランス悪くなるなんか作り物感が出てきちゃうぞと、うん、自然さがなくなってしまうんだね、うんまあ、なので鼻筋あんまりね、あのー、狭くしたくないです、うんまあ、これぐらいですかね、うん、細い鼻筋私はこの平均よりちょっと左にずれるぐらいですかね、うん で、鼻の位置は、あの、口、この子ね、薄めなんで、あんまりね、あの、上にしておくと、あの、ご覧の通り、うん、まあ、鼻の下が伸びてしまったりとか、ね、うん。で、あと、顎が長く見えてしまったりとかするんで、まあ、このあたりも、あの、キャラクターの唇とのバランスなんですけども、うん。この 薄い唇であれば一番低くも下げてやった方がいいのかなっていう感じですね。うん。うん、で、鼻の形。うん、鼻の長さ、ね。鼻の高さですね。うんでまあ、右左っていうのはこう鼻先が右に行ったり左に行ったりするんですけど、まあ、骨折した女、鼻を骨折した女の人が好きだなっていう人以外は真ん中に。うん まあ、収めておくのがいいのかなと。まあ、そんな人はいないとは思うんですけども、うん、そうですね、長さ、長さもあんまりね、あの、長すぎると、またこれも自然さがなくなるんで、ほどほどに、うん、ほどほどにですね、これちょっと、俺高いくらいかなこれくらい、うん、まあ、こんなもんかな、うん、そうですね。で、花の先、これが上向いてるか、下向いてるかでね、 鍵、まあ、花か、ね、わし、あ、わし花か、え、豚っ葉なか、ね。これはちょっとないっすよね。これ好きな人なかなかいないんじゃないですか。うん、まあ、基本的にはやっぱりちょっとツンと上、ね、むきかけてるぐらいの方がいいのかなと、うん。いうところですね。うん。で、小花。小花のね、広さ、狭さ。うん。 小鼻もあのやっぱり花筋にね、あのバランスよくつけてやりたい、うん。で、あんまりね、まあ、それも好みなんでね、うん、花が大きい子が好きだっていう人は、こっちの方に寄せていただいたらいいと思うんですけど、まあ、普通これぐらいがみんな好きじゃないかな。うん。あんまり大きすぎず、うん。って感じのね、うん。まあ、花はこんな感じでいいでしょう。で、 この子は多分ね、口が多分すごく問題があるのかな。うん、薄すぎる。いくらなんでも。うん、だからまあ、これをなんとかしてやりたいなというところでしょうね。で、この口の幅、うん、狭い、幅広い。これ、うん、ここで決めれますけどもあの、ここだけで確定されません。 ある程度の目安をここで決めれます。うん、で、浅いとね唇が前に行って、ね、深いと下がると、うん。で、やっぱりね、私ね、この、なんでしょうね、今ね、今ちょ,ちょうど鼻の下が、うん、<laughs> まあ垂直の90度、うん、だと思うんですけど、これをね、あんまり垂直じゃなくて、ちょっとあの上に。 上にというか90度からそうだ、ね、100度から100、105度ぐらいかな。うん、まあ110度ぐらいまでか、うん。ぐらいちょっとね、あの前にちょっとあの上唇がツンと出てるぐらいが好きです。私はね。うんうん、で、これに合わせて。 これに合わせて、えー、口の位置、まあ、口の位置はちょっと後で決めましょうか。うんえー、上唇の形を、えー、厚く、えー、私はね、上唇の,、ね、あの厚く幅広にして、下唇を、まあ、厚く狭くするのが好きです。うん、うんうん、厚いね、うん厚い。厚いというよりも、口が開いてるだけなんだよな。 唇のサイズ自体は全然変わってないんだよなうんね下唇ぐらいかなサイズ変わってるように見える上唇こうしたら閉じる口が閉じるからこうしとこうか、うん、本んは熱いのがいいんだけどうん OK、うん、ですね、うん で唇の出具合、ここでちょっと決めさせていただいて、大体はあの、さっきもね、あの冒頭で話したと思うんですけど、あの鼻と顎先のラインに上唇、下唇が乗りたいんだと、うん。っていうことはですね、上唇が前に出て、下唇が後ろに下がってないと、まあ、うまくラインに乗らないですよね。うん、なんで、上唇は、まあ、さっき決めたんで、いじらないようにして、下唇を、うん、引くと出す逆だな、これ。 まあ、下唇を下げていくとかも。まあんまりラインにしっかり乗ってるかっていうと乗ってないんですよ。うん。まあ、なんですけども、そういうニュアンスで、あの、上唇、下唇を作るといいよっていうことですね。綺麗に見えますよとう、うん。うん。で、ここで口の位置変えましょうか。うん。うん、ちょっと下唇引きすぎたな。 こんなとこでしょうか。もうちょっと口の幅を広げてやった方がいいのかな。薄いから、主張がね、少ないから、うん、もう厚さで勝負できなきゃ、ちょっと大きさで勝負してやろうかと。思う、うんうん。まあ悪くないんじゃないでしょうか、うん。はい。で、耳はいじらないと。で、頬ですね。ほっぺた次。うん、で、ほっぺたはね、あのー、ちょっと横から見ていただきたいんですけど。 あのね、頬骨が、私の中で頬骨がね、ねまっすぐ前向いたときに、頬骨が鼻先と重なるぐらいがいいんじゃないかなと思ってます。うん、おおよそね。うん、えー、っと、まあこれはね、幅広くしたらね、頬骨が広がってね、ねで頬骨の高さ、低さをここで決めれますと。うん 私はもちろん極限まで狭くして。まあ、基本的に、あの、様子見は真ん中にしときます。で、頬骨の高さ、これ、まず一回全部、うん、全部出してしまう。浅い、うんまあ浅いにすると頬骨が前に出て、ね。まあ、深いにすると奥に引っ込みようと。うん、で、この状態でもう一回横見てください。うん、ちょっと出すぎてるよね。うん ちょっとと出過ぎてるの分かるのか思う頬骨が、うん、これをうまくこっから、えー、戻してやってほしいといい感じにどうでしょううんーいいんじゃないですかいいんじゃないでしょうか、うん、いいほっぺたになってるよね、うん、いいほっぺたですよ、うん、とにかくねこのほっぺた があの引っ込みがちなんですよ。あのいろんな人、うん。ここをうまく出しきれいに出してやるかやらないか、これ結構大事です。うん、で、この確認をすることができるのこのメインメニューにして斜め向かせることしかできないんですよ。うん、これ覚えておいてほしい。 いいね。うん。いいんですよ。意外と可愛いんですよ。うん、で、ハワイね。うん。髪型もいい。ライフスタイルもそうだな。ちょっとセクシー路線の人な気がするから、ちょっとほくろなんか、ほくろをちょっと、色ろっちくつけてぇな。 どううだろうこれ、うん、あんまりあの濃すぎない程度ね、うん、<laughs> えーそれでえー、そうですね目の色ちょっと変えたいね、うん、青じゃねえな緑か茶色だな 結局変わってねえ <laughs> これでいいか、うん。よし、こんな感じでいかがでしょうか。えー、1人目、ね、遺伝一ちゃん。なかなかいいんじゃないですか。これゲームに落としたらどうなるか、ちょっとよく見て,見てみましょう。うん <noise> all in a board and I'll cut it I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it Well we worked so hard to build a little house together In the snow or the rain or the ice cold wind whenever No matter what the weather We're together さあちょっと見てみましょうかどんな感じになったかと、うん、まあちょっとあごが張り出てるかな、うん、これはでももうどうにもできないですねここまで、うん、遺伝のせいではあるかと思うまあでもやれた方だなあ、うん ねえ悪くはないでしょうんいろんな角度から見てみたいうんごめんねホーレちょっと待ってやっぱり唇もちょっと欲しいよねうん 唇が薄いせいで、やっぱりね、顎が主張してしまってる気がする、うん。ちょっとね、あの、顔の下がね、淡白すぎるんですよ。だから。うん、うん、まあ、どうでしょうか。第一回目、こんな感じで。はい、ちょっと待って。わかったわかった、じゃあもうの、乗ってく、乗ってくよ。乗ってくよ。乗りながらね、 ちょっと法令の話聞きながらですけどはいというわけでね、えー、じゃあ第1回目いかがでしたでしょうか、えー、こんな感じでね、えー、あと39回 <laughs> <laughs> まあね男性女性ねあの全て合わせたら、えー、40パターンありますんでえー まあね一つの動画そんなに長くならないんですけどまあちょっとね第1回目なんで私がねどんな感じでキャラクタークリエイトするのかっていうのもまあ、ちょっと詳しくねあの載せたいところでありましたので、うん、ちょっとね説明が長くなりましたけれども、うんまあ、これをもとに、えー、他のね遺伝の、えー、説明を、えー、皆さんにさせていただければなと。 えー、思っておりますので、まずはこの動画を参考にしていただき、えー、他かの、ねえー、遺伝の方を見ていただけたらなと思います。というわけで、じゃあ、ご視聴ありがとうございました。えー、ご機嫌要請ならお疲れ様です。